常磐自動車道、常磐自動車道、常磐自動車道、ジョエクスプレスウェイは、埼玉県三里市の三里ジャンクション、JCT から、千葉県、茨城県、福島県を経由し、宮城県渡り町の渡りインターチェンジ、IC に至る高速道路、高速自動車国道である。略称は、常磐道、常磐、道、ジョエクスプウー。 高速道路ナンバリングによる路線番号は仙台東部道路、仙台北部道路と三陸自動車道の仙台、港北 IC リフ JCT 間と共に E6 が割り振られている。国土開発幹線自動車道の常磐自動車道は以下の通りとされている。高速自動車国道の常磐自動車道は以下の通りとされている。東北縦貫自動車道、東北自動車道と結ばれ。 北東国土軸の強化を目的としている。東京都練馬区埼玉県川口市の区間について、東北縦貫自動車道と、東京都練馬区埼玉県三里市の区間について、東関東自動車道と、宮城県富谷市仙台市の区間について、東北縦貫自動車道と重複している。三里市市の区間については、1994年までに、 東京外環自動車道として開通している。常磐自動車道の当初の終点は岩き市とされていたが、1987年の国土開発幹線自動車道建設法改正により仙台市まで延伸された。岩き中央 IC 渡り IC を高速自動車国道で整備。渡り IC と宮 JCT は仙台東部道路、仙台北部道路を 常磐自動車道に並行する一般国道自動車専用道路として共用することとなった。なお、全区間で国道6号や JR 常磐線と並行している。常磐自動車道の全線開通は2015年3月1日で、経緯は東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響を参照。東京仙台間で 東北自動車道のバイパス路線としても機能する。特に東北、国道6号沿線、浜通りは東北自動車道沿線、福島県福島市、郡山市などの中通りと比較して降雪量が少ないため、東北自動車道が降雪時の代替路として利用可能である。さらに2010年3月に仙台北部道路が富谷 JCT 経由で 東北自動車道と直結されたことで、仙台都市圏自動車専用道路ネットワークが完成してを、道路線全線開通後は、仙台北から岩木、水戸方面へのアクセスが飛躍的に改善された。本校では、東日本高速道路、ネクスコ東日本が管理している、高速自動車国道の道路名及び事業名としての常磐自動車道について述べる。 常磐自動車道は、起点側の三里 IC より先に柏 IC 以北について工事が進められた。これは、柏市や流山市で住宅密集地を通過するため、道路建設に対する住民反対が強かったためで、ある。1981年、昭和56年4月に柏 IC や田部 IC の初開通を皮切りに、順次開通区間が延伸された。 1984年までに柏 IC 中 IC 館がすでに開通していたが国際科学技術博覧会科学万博つくば85の開催を控え柏 IC 千代田石岡 IC 館を6車線化三里 IC 柏 IC 館については千葉県の後押しもあり日本道路公団がこの区間を半地下化,化することで銃を説得し1985年 昭和60年1月24日の開通にこぎつけた。この日、首都高速6号線の小菅 IC、三里 IC 間を延伸同時開通したことにより、常磐自動車道と首都高速が初めて直結され、共用開始前日の23日に開通を祝って、三里料金所と首都高速や潮料金所で開通式が盛大に取り行われた。 科学万博開催の1985年は、特幹工事で、中 IC、日立南 IC、南所とされた、日立南大田 IC、日立北 IC 間と、建て続けに開通し、特に、日立南大田 IC、日立北 IC 間は、上下合わせて連続する26本のトンネルと34本の橋梁によって結ばれた。1988年、昭和63年3月24日に、 当初予定された岩木中央 IC まで全線、開通した。その後、流入交通量は年々増え続け、1987年、昭和62年は3000万台だったが、1990年、平成2年には1.5倍以上に当たる4850万台まで伸びた。実際に使い始めてみると、流山市と日立市地元からのインターチェンジ設置要望の高まりを受けて、 地元自治体の負担で IC を設置できる開発、インターチェジ制度が始まり、流山 IC と日立中央 IC がそれぞれ追加された。第四次全国総合開発計画が1987年、昭和62年6月30日に閣議決定され、多極分散型国土形成のための交通ネットワークとして、高規格幹線道路網 14000km の 整備が位置づけられると、1991年、平成3年12月に開かれた、国土開発幹線自動車道建設審議会、国間審で、未開通の岩木と三岡間が整備計画路線に、相馬渡り間が基本計画路線に指定され、全線開通に向けて、再び動き出した。三里 IC や田部 IC の区間は、大都市近郊区間に含まれるため、他の区間に比べて、 通行料金が割高になっている。高萩 IC 岩き中央 IC にかけて常磐丹田の炭鉱跡が地下にあり建設中に陥没事故が発生したことがあるためこの区間の多くはコンクリート舗装となっている。高速道路の中でも全体的に線形が良く勾配も少ない。ただし日立南大田 IC 日立北 IC などでは最高速度が 時速 80km に規制されており、この区間はトンネルに加え急勾配、急カーブの連続地帯とっているほか、当期の茨城県南部区間は、つくばおろしと呼ばれる北西からの強風により、50時速 80km の速度規制が行われることがしばしばある。また、岩木中央 IC から渡り IC にかけての 120km 以上に及ぶ暫定2車線区間では、 他の高速道路の暫定共用区間と同様に、最高速度が時速7 0トルに規制されている。2015年の全線開通以降、同区間では、通行量が増加し、渋滞が多発する様になったことから、2016年3月10日、岩木中央 IC、荒野 IC、及び山本 IC、渡り IC、岩沼 IC、仙台東部道路の4車線化が課された。売店は、 ペンパーキングエリア、PA、湯の竹 PA、奈良は PA、鳥の海 PA 以外のすべてのサービスエリア、SA パーキングエリアに設置されている。このうち、森谷 SA、友部 SA とコンビニ化されている、千代田 PA、日立中央 PA、関本 PA、下り線は24時間営業を行っている。レストランは、森谷 SA、友部 SA、 下り線に設置されている。また、ガソリンスタンドは、すべてのサービスエリアに設置されており、すべてのサービスエリア24時間営業。岩木中央 IC 渡り IC 間は、対面通行、暫定2車線。岩木中央 IC 以北は、暫定2車線であるため、トンネルの本数は、上下線で1本となっている。流れ山柏間は正確には橋。 シェルター扱いとなっている。これは、当該区間が住宅地の中を通過するので騒音防止や、天然記念物の大高保護のため、地面を掘り下げた半地下化構造の上に延長約 1.5km にわたりトンネル状に蓋をかけ、蓋上部に公園を設置しているためである。柏 ICE 北は道路照明灯がほぼ皆無であり。 道路周囲に建造物がほとんどないこともあって夜間は暗闇の中を走行することになる。2005年10月の日本道路交段民営化後は全区間が東日本高速道路、ネクスコ東日本の営業範囲となっており、岩木なこそ IC を境に南側を関東支社が北側を東北支社がそれぞれ管轄している。コールサインは全ての壺でハイウェイラジオ、 常磐道、例、三里であれば、ハイウェイラジオ、常磐道、三里と放送される。24時間交通量、大道路交通センサス。2002年度、上記の通り、2002年度には1日あたり、三里 IC 流れ山 IC で10万台を超える、交通量でありながら、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆の大型連休における、規制ラッシュ U ターンラッシュの期間。 中東米高速道路、中央自動車道、関越自動車道、東北自動車道等の首都圏の放射方向の他の高速道路と異なり 30km に及ぶ渋滞は滅多に発生しなかったのは道路線の計画段階から微弱な上り勾配を少なくして自動車の自然減速を防ぎ、後続車に減速させないようにするなどでまない道路が研究され、 この成果が出たためとされている。しかし、近年ではマスコミに、東北道の迂回路として紹介されることに加え、万越道の岩木 JCT 小売山、JCT 間の4車線化や道路線の全通などで、道路線経由ルートの道路事情が改善されたことも、あ、ゴールデンウィーク当分には、上下線の三里 JCT 北茨城 IC で、断続的に 20km、50km 以上の、 渋滞が岩き中央 ICE 北の暫定2車線区間でも数キロメートル程度の渋滞が発生することがある。また、混雑期には午前中を中心に常磐道下りの渋滞が接続する首都高速6号三里線下りや交差する東京外環道に伸びることがあるほか、平日の夕方には首都高速六号三里線上りや東京外環道内回り先頭とする渋滞が 常磐道上りに伸びることがある。大都市近郊区間で渋滞が発生する時間帯と主な渋滞の先頭は午前中に下りの夕から夜にかけて上り線の矢田部 IC 付近、八原 IC 付近、森谷 SA 付近、柏 IC 付近、流山 IC 付近、三里トンネル、三里 JGT 付近である。大都市近郊区間以外で渋滞の先頭になりやすいのは 桜土浦 IC 付近、土浦北 IC 付近、千代田 PA 付近、千代田石岡 IC 付近、みのり PA 付近、岩間 IC 付近、友部 SA 付近、友部 JCT 付近、水戸 IC 付近と、日立南大田 IC、日立北 IC の各トンネルである。なお、2011年のゴールデンウィークでは、福島第一原発事故による影響で原発近くを、 通過する道路線を通行するのを避ける車両が多かったためか、ほとんど渋滞が発生しなかった。一方、東北道では5月3日に、下り線の栃木 IC 付近を先頭に 70km 以上渋滞するなど、例年以上に激しい渋滞が発生した。東日本大震災、とりわけ福島第一原発事故の影響により、 工事区間への立ち入りが厳しく制限された関係で、2011年度中に開通を予定していた常磐富岡 IC、南相馬 IC 間、延長 32.7km、及び2012年度の開設を予定していたならば、PA は試行スケジュールの見直しを余儀なくされ、供用開始は2014年度までずれ込んだ。同原発から半径 20km の 警戒区域外については、震災から約3ヶ月後の2011年5月に建設が再開されたものの、同原発から半径2 0トルの警戒区域内においては、南江 IC 南相馬 IC 間延長1 8 4トルが1年後、常磐富岡 IC 南江 IC 間延長1 4 3トルについては2年後の工事再開となった。震災前に工事中だった。 箇所の森土や構造物は地震の揺れによる損傷に加えて長期間放置されたことによって雨水による斜面の侵食や鉄筋の錆びなどの被害が拡大し急ピッチで復旧作業が進められた。しかしこの頃には常磐道以外でも被災地の復旧工事が本格化したことで慢性的に作業員が不足し 放射能の影響で作業時間の制限や作業員の離脱も相次いで次的な作業に支障をきたした。また生コンクリートなど建設資材も不足し、同じく放射能の懸念から資材搬入が拒否されることもあったという。工事再開が最も遅れた羽黒川橋では脱設予定日の悪天候に備えてエアドームや単管パイプでの仮設屋根を設置するなどして乗り切った。 道路舗装用の採石は遠く、静岡県や三重県から調達し、受け入れ港である相馬港では、周辺住民協力のもと稼働時間を延長するなどして対処した。除染作業は、環境省直轄のもと、2012年3月から7月まで先行事業として、常磐自動車道系会区域内における除染モデル実証事業が、 同年12月3日から翌13年6月28日にかけて本格的に常磐自動道除染登校時が実施され、その結果低減率19から55%が確認された。この結果について環境省は2013年度内に開通を目指すとしていた高野 IC 常磐富岡 IC 館。 延長1 6 4トルについては、概ね当初の方針通り線量を低減とし、その他の区間についても一部で線量の高い区間があるものの一定程度低減としている。その後、除染の達成状況を確認するため、2014年10月に同省がモニタリングカーによる走行サーベイを実施したところ、 ナミエ IC 南相馬 IC では2014年10月21日測定時点で、平均0.6から0.7ミューシーベルト、H、高野 IC 常磐富岡 IC では2014年10月29日測定時点で、平均1.3から1.5ミューシーベルト、H、常磐富岡 IC ナミエ IC では2014年10月21日測定時点で、 平均0.5から2 4ミューシ c ベルト H と同省が常磐自動車道での除染方針の目標で上げた3 8ミューシ c ベルト H 以下9 5ミューシ c ベルト H 腸の線量の場合は概ね9 5ミューシ c ベルト H 以下を下回ることが確認された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。